交通ルールと防犯対策について皆さんと一緒にたくさんのことを学んで帰ろうと思いますので、一日どうぞよろしくお願いいたします。警察官の制服をまとい、刈谷ハイウェイオアシスでイベントに出席した東海テレビの篠田あずみアナウンサー、共に一日警察官に任命された刈谷市出身で双子のレスリング選手松幸姉妹とともに、自転車に乗る際のヘルメット着用が先月から努力義務に変わったことなどをクイズ形式で呼びかけました。また全国で相次いでいる侵入盗被害の対策については、住宅の窓に取り付ける補助錠を犯人から見えづらく解除にも時間がかかる窓の上の方に設置するようアドバイスしていました。